いろんなことをするなや、もう年寄り捕まえて。もう腹減って腹減って仕方なかったよ。浅い怠惰がいいよ、うちも。そのめんどいこと浅い腹が減って仕方ないもん。自分が忘れて言ってるのね。忘れてたかんかった。夜にたっとくにな、うん、お母さんの朝の分も一緒にタコを持ってずっと思い出ったの。お米測るときに忘れて。偉い偉い。生き返った。お前一口やった。あ、みこし食べたね。人が食べるのみたら食べとんなるの。食べとんなろ。不思議な。あんたは我慢強いな。なんか言い過ぎない。ひもじゃない。じゃあ食べたけんな。あ、ひもじいときよな、あの血糖値が下がってフラフラすると思う、うん、あれはもうフラフラ、なんか入れんと倒れるのが自分でわかる、うんうん、昨日なんかそうやって朝フラ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 して、あいかんこれ血糖値下がっとんなと思った。ほんでラーメン作ったろ、うん、うん、あれはもう血糖値が下がっとるの自分でのわかるよ。フラフラフラするのよ、うん、吐き気とな。一人で食べるご飯。もう言うとくなんだろう。一日朝昼晩と10時と3時で食べてだから夜から朝の間が短い、長い。朝あんたおらんとくに一人だったらしまじいなぁ思っても、なんちゃおかずも、おいや、お菓子もなんじゃないけど、はぁと思って。お菓子買うとすぐなくなるもんこれ。うん。で、